ジェームズ・ニコラス・グレーはアメリカ合衆国の計算機科学者。通称はジム・グレー。1998年、データベース及びトランザクション処理に関する独創的な研究とシステム実装についての技術的リーダーシップに対してチューリング賞を授与された。カリフォルニア州サンフランシスコ生まれ。母は教師、父はアメリカ陸軍の軍人で2番目の子である。 生まれた直後に一家はローマに移り3年間過ごしたため、グレーは英語の前にイタリア語を覚えた。その後バージニア州に移り4年間過ごしたが、両親が離婚。母と共にサンフランシスコに戻った。父はアマチュア発明家であり、タイプライターのインクリボンカートリッジの特許を取得し、実際に特許使用料を得ていた。空軍士官学校には入学できなかったため、 1961年にカリフォルニア大学バークレー校に入学。学費を稼ぐため、ジェネラルダイナミクスで職業体験学習として働いた。そこで、モンロー計算機の使い方を習得している。科学の成績が悪かったため、わずか6ヶ月でバークレーを離れ、一時的に就職している。後にグレーはそのことをドレッドフルと表現している。 復学すると1966年にエンジニアリングマスマティクスの学士号を取得した。その頃結婚し、妻の生まれ国境であるニュージャージー州に移った。妻は教師の職を得て、グレイ自身はベール研究所でデジタルシミュレーションの仕事を得た。ベール研究所では週3日間働き、2日間はクーラント数理科学研究所で、 修士課程の大学院生として学んでいた。夫妻は1年間働いて金を貯め、5年をかけて世界中を旅行しようと計画していた。旅行に出る前に3ヶ月間バークレーに戻っている。2ヶ月間旅行した後、再びバークレーに戻った。旅行は2ヶ月で十分だったという。グレーは大学院に入り、マイケル・ハリソンが指導した。1969年。 プログラミング言語についての研究で博士号を取得し、その後2年間 IBM でポスドクとして研究を続けた。バークレイにいた時に娘が生まれているが後に離婚した。グレイは産業界の研究者兼ソフトウェア設計者としていくつかの企業に勤務し、1995年からはマイクロソフトの研究所の技術フェローを務めていた。 いくつかの主要なデータベースやトランザクション処理システムの開発に関わった。IBM のシステム R は SQL 関係データベースの先駆けであり、業界標準となった。マイクロソフトではテレサーバー USA やスローンデジタルスカイサーベイで使用するスカイサーバーなどの開発を手掛けた。よく知られている業績は次の通り、バーチャルアースの開発も助けた。また、 コンファレンスオイノベーティブデータシステムズリサーチの共同創設者の一人である。テネーシャスというヨットを操縦しているジムグレイ2007年1月28日、母親の散骨のためにサンフランシスコ近海のファラロン諸島にヨットテネーシャスで向かい行方不明となった。園外警備隊は4日間、C-130 やヘリコプターを使った。 上空からの捜索と警備艇による捜索を行ったが何の痕跡も見つからなかった。マイクロソフトなどはグレーが映った人工衛星からのヨット映像などを公開し、捜査に参加するよう呼びかけている。グレーのヨットには EPIRB があり、沈没などの非常時には自動で遭難信号を発するようになっていた。グレーが搬送していたファラロン諸島周辺は、 サンフランシスコ湾に出入りする貨物船の東西航路の北にあたる。その日の天気は快晴でグレーの船からの無線を受信した船はなく不審な信号も報告されていない。2007年2月1日、デジタルグローブの人工衛星が問題の海域をスキャンし数千枚の画像を得た。その画像群がアマゾンメカニカルタークにポストされ、 グレーのヨットが映っていないか画像を解析する仕事が分配された。2007年2月16日、友人たちによる捜索は打ち切られたが、手がかりの収集は続けられた。結局、2007年5月31日に家族の水面下の捜索も終わった。ハイテク機器を駆使した水上と水中での捜索でも、何の手がかりも得られなかった。 カリフォルニア大学バークレー校とグレイの家族は2008年5月31日にグレイの追悼イベントを開催。リチャード・ラシドラが追悼の辞を述べた。マイクロソフトはワールドワイドテレスコープというソフトウェア製品にグレイの拳字を添えている。2008年、マイクロソフトはウィスコンシン州マディソンにオープンした研究センターにジム・グレイの名を冠した。 行方不明から5年後の2012年5月16日、法的に海で死亡したと認定された。ありがとうございます。